ミスターまゆめさん、ひろこさんとつながっていただきましたね。そして、ネオフィピー、山根さんというふうにね、次々と速稼塾の塾生さんとお会いしてますよね。ネオフィピーはゼロ期生といいまして、私の速稼塾が始まる前からの知り合いなんですよね。で、彼曰く私はコミュニケーションの先生だということでついてきてくれたそうなんですけども、私がそうこうしているうちにですね、速稼塾なるインターネットビジネススクールをやることを聞いてですね、非常に喜んでいただきました。やっぱりそういった関係の人ってのは大事だなと思うんですけども、彼が言うにはやっと久保さんが表に出てきてくれたっていうね、そんなことでね、なんかえらいね感心されたと言いますかね、それからというものを、ああそういうふうに期待されてたんだな、そういうふうに見られてたんだなっていうふうに、なんか追い風を感じるようになりましたね。そういう意味では私も彼の恩をね全身に受けてるというも言えなくもないんですけども、今ではネオフィピー藤井は私と一緒に一つのね会社をやる共同経営者でございます。私が代表で彼が役員という形になってますね。で、彼はファイナンシャルプランナーという能力を遺憾なく発揮して、その中に、いわゆるね表に出せないような危なっかしい投資話、危ないかどうか分かんないですけども、あんまりね聞いたことがないような投資話とかを入れていって、多くの方はね、資産構築で助けているということもあります。で、セールスも結構上手で、私と一緒にねセールすることも結構あったんですけども、合宿を企画したりとかね、すごくね自分の弟子とビジネスができるっていうのは嬉しいもんだなと思います。で、ミスターマイアンさんもね、最近面白いですね動画がね。やっぱり動画を量産する中でどういうふうにやったら自分が継続する面白さを見出せるか、そして西アーカラソンという土地の個性をね自分を通じて多くの人に分かってもらうというね、そういう意思がすごく感じられて、動画の本数も多いですしね、すごく素敵なザ・サインになるかなというところでございます。でもね、忘れちゃいけないのがミスターマイアミさんですよ。ミスターマイアミっていうねキーワードがものすごく私もね、型にはまったなって形でね、毎日毎日動画の方を楽しみにしてますんで、今50話になりましたけども、100話、1000話、1万話とね続けていければ幸いでございます。まあこういったところに他の方もこう絡んでいけるようなね、そんなのがいいかなと思います。まあ、それでひろこさんなんですけども、バランスボールの先生で日本にね数少ないバランスボールインストラクターなんですよ。で、私も前お話したようにひろこさんのバランスボールの指導のおかげで腰痛とはごさらばできて、未だにねこうやって、すごくいい感じで、バランスボール今まで乗ってるんですよ。私椅子を捨ててしまったんですよね。ずっとバランスボールです。すごくね全身に負担がかからずに全身運動ができるという意味で、ぜひね深草さん、ミスターマイアミさんもバランスボールひろこさんに教わって、そんなに高くないんで1個ね買ってひろこさんの通信教育でトレーニングしてみてはいかがかなと思います。腰痛は辛いんですよね、本当にね。私もね腰痛が人には言えなかったんですけども、本当に悶絶するような痛みでした。そういった痛みを一気に、今全然痛くないですからね、バランスボール1週間ぐらいひろこさんに教わったのをやったらそうなったんですよ。私だけの体験かもしれませんけども、ぜひねミスターマイアミさんも少し試してみてはいかがかなと思います。これからもね速稼塾塾生同士でつながっていって大きな力を出していっていただきたいかなと思いますけども、注意点としては多くの人に会えたからいいやじゃなくて、やっぱりねこっちの方もね稼げるように頑張っていきましょう。今私が乱立する YouTube の中でどうやったらね勝っていけるのかっていう方法を少しずつお伝えしてますんで、ぜひね私の速稼塾の隠居 TV の実践例とともにご覧いただければ幸いでございます。それではまた会いましょう。